中国空母から艦載機飛行、沖縄与那国島近海でというね、こちら続けて深入りまいりましょう。共同通信によりますと、沖縄近海の太平洋上で20日中国海軍の空母から艦載されている複数の飛行機が飛び立ったことが確認されました。海上自衛隊が護衛艦のレーダーで確認したものです。それによりますと、20日午前10時半ごろ、沖縄県与那国島の南およそ350キロの太平洋で中国海軍の空母遼寧など7隻を確認し、およそ30分後に複数の艦載機が飛び立ちました。中国側は事前に周辺の船に対し訓練を実施すると伝えていたということです。防衛省が太平洋で中国の空母から艦載機が飛行するのを確認したのは初めてで、警戒を強めています。はい、これ普通に素直に考えるならばね、あるいは考える方にとっては、今その日中友好ムードになれてたんですよね。一応でこれは本当は習近平、政権の方から日本に対して歩み寄りが、歩み寄りって言っても具体的には何もないんですよ、でも仲良くしたいと、これ以上不仲になるのは避けたいという働きかけがあって、安倍総理もそれを中国側が何も情報してないにもかかわらず、だからこれみんなが心配して当然なんですけど、受けて、とにかく対話しようということになったわけです。サインは送ってきてますよね。その時に、そのこういう軍事力をせり出してくるっていうのは、敗戦後の日本だとこれ不思議だって話になるんですけど、そうじゃなくて、これがいつも申し上げている通り国際社会の常識で、右手を出して握手しようとする場合には必ず左手で、叩きに来るわけですよ。だからその一環ですよね。その一環であると同時に、これ実は自衛隊の受け止めはもっと深刻で、その中国はやっぱりリアルな国ですから、米朝首脳会談がもし行われないか決裂すると、これ米軍がいよいよ朝鮮半島にこう叩き込んでくると、今も在韓米軍いるわけですけど、要するに戦争始まるということを懸念して間違いなく準備してますよね。でこれは間もなく退任される太平洋軍司令部のハリス司令官 のこれ司令官が言ったということじゃなくて、僕が理解している司令官の認識というのは、わざわざ日本のいわゆる国境離島においでになって、川野勝利東幕長と一緒に視察なさったでしょ、それはチャイナよ分かってるぞ、もしも我がアメリカ太平洋軍が朝鮮半島で戦争を始めたらこの辺りに来るつもりだろうと、それ許さんぞと、アメリカはそれぐらいの兵力持ってるぞという意思表示をした。裏返せば、これ太平洋軍司令官がそんななんて言いますかね、適当に来るわけじゃないんで、リアルな分析に基づいてるんで、だこれ本気の訓練なんですよ。これはね、つまり沖縄本島と宮古島の間をね、今回は与那国の方ですけども、いずれにしろこういうその沖縄の諸島をこう間を分断するように入ってくるっていうのはね、こうなんていうか脅しとか、それから既成事実を作るとか、そういうことも多いんだけど、これはこの演習ぶりはですね、明らかに本気モードなんですよ。で従って朝鮮半島有事の時に、チャイナは、これは空母軌道ちょっとやっぱ言いにくいんだよね。スッと機動部隊とはおっしゃりにくいですか。機動じゃないから。酔ったで、それ艦載機上がるのもいいけども、いつも言ってる通り燃料タンクは満タンなんか冗談じゃないし、だから現代の戦闘機ってのは特にステルス性って分かりますよね。こういうツルツルなんですよ。ということは余計な突起物が出ちゃいけないから、もともとこのまんま飛ぶと機銃ぐらいしかないわけです、でミサイルって全部後付けなんですよね。でそれ重いでしょ。でジャンプ台から飛び上がろうと思ったら燃料満タンだと重いけど、そのミサイルの積めないから、要するに長く飛べない、戦えない状態で艦載機が飛んでるから、大したことは大したことないって言うんだけども、しかしその国境離島を占領しながらこれを作戦遂行されると、日本は圧倒的に兵力が足りませんから、潜水艦能力が非常に高くてもかなり困難な防衛になるんで、これを一つは警戒している。でもう一つはですね、これ中国空母が現状はそういう、もうなんちゃって空母だけども、やがて国産のやつを出してくるっていうのは間違いないんですが、それがまだ
まだはっきりわからないんだけども、どうもハッキングプラススパイ活動を盗んだアメリカの、はい、カタパルトね、まあ、ミント打ち出すみたいな、それを搭載しててジャンプ台がないんじゃないかという話もあるんですよね。今度の国産はね。でその時にも備えた訓練じゃないかと、うん、日本国防衛省も実は合衆国国防総省も見てるわけです、ね、つまり空母を展開して、はい、図上でっていうか実際はコンピューター上で随分シミュレーション訓練やってるんですよ本当は、ね、やってるんですが実際に動かしてみて、うん、で中国からいや中国の空母から艦載機が飛ぶと日本の海上自衛隊ね、それからアメリカ海軍の連携、それから日本の航空自衛隊、はい、かさらに中国の方が警戒しているのは、うん、日本は実質海兵隊を、まあ、作りつつあると水陸機動団といっているのは、本当は海兵隊だと思っているから、まだ日本は始めたばっかりですけど、そういう展開ぶりがどうなるかを見てて、だから今までみたいなこの見せかけのパフォーマンスの訓練ではないんですよ。だそういう緊張感にあって、また憲法改正9条をだから急がなきゃいけないとやってたのが、9条を変えるんだったら内閣潰してやる、どんな手段でも総理は引きずり下ろす、国会にそれが出せないようにするためには、もうセクシャルハラスメントも何でも、もうとにかくですね、またちょっと問題発言しちゃおうかな、やっぱり僕のブログに来る書き込みで的確だなっていうのがあって、某元総理って書いてあるだけだったと思うんですが、女性記者にいっぱいセクハラ発言してたじゃないですかと、だから何で問題なんなんだと、いや福田さんが否定する否定しないにかかわらず、とにかくその疑われることやってるわけだから、財務次官としてはとんでもないですよ、ね、日本国の足引っ張ってとんでもないですよ本当。でも確かに元総理でそれ言ってた人いますよ、うん、だから基準がバラバラだと、その時のご都合に合わせてるだけじゃないかっていう確認いただいてですね、この怒り不満はよく分かるんですよね。今回はもうとにかく9条を改正する内閣を倒すためだったらもう何でもやるんですよ。日米首脳会談がうまくいったなんて絶対書いちゃダメなんですよ。トランプさんと仲がいいも絶対書いちゃダメなんですよ、ね、桜の見る会で総理が一生懸命質問を受けたり答えたのに言っちゃダメなんですよ。とにかく焦って帰ろうとしたとか、とにかく総裁選にやってたとか、全部悪いものの方に持っていくんですよね。これ子供に見せられないんですよ。常に真実は1個で、あるべき道は選択肢はいろいろあっても正道王道っていうのは一つだっていうのが教育であって、そうでないと子供は一体人生をどうやって過ごしていいのか分かんなくなるじゃないですか、うん、話が逸れちゃうわけないんで、そういうことは、はい、皆さんと一緒にこれからも考えましょう。でその中国関連の動きでやっぱり尖閣なんですよね、はい、そうですよね、はい、ここで尖閣周辺に中国船7日連続というね、こちらも変えました。共同通信によりますと、沖縄県尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域で22日中国海警局の船4隻が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認しました。尖閣周辺で中国当局の船が確認されるのは7日連続です。第11管区海上保安本部によりますと、1隻は海上の船ですが機関砲のようなものを搭載、領海に近づかないよう巡視船が確認しましたとなっています。これ前にもお話した通り、その海警局って、ね、海の警察の警とかね、海警局っていうのは日本の海上保安庁なんですが、この間中国は習近平さんが一応外国大使と言われるかもしれないっていうねことをやったのに加えて、この海警局を軍の一部にしたんですよね。その後ずっとこうやって連続してるんですよね。これは明らかに中国の国家の意思として尖閣を奪う用意があるってことをやっていく。その上でこれも前に申した通り、これ日本の報道ぶりと中国での中国でのじゃなくて中国からチャイナから世界に発信してる中に全然違ってて、中国は実効支配している古来からの領土領空領海である尖閣のあたりに我が海警局がパトロールしたところ、日本の機関砲を積んだ漁のものじゃなくて機関砲を積んだ私から船が入ってきたんで追い払ったと報道してるわけですよね。でこれをですね、共同通信のチャイナでの取材能力が本当に高いんですよ。これは僕の現役時代、僕と考えは全く違うけれども、一般の人は文雄さん、僕が中国先輩ですけど、芥川賞も取りになった文雄さんが、明日中国とベトナムの戦争始めるってことがありましたね。その後、明日終わるって言うんですよ。明日ってのはちょっと一発で言うんですけど、
いつ始まりいつ終わるっていうのを抜いたっていうね、すごい取材能力です。中国共産党内部にいかに食い込んでいたかってことがあって、中越紛争当時そうです。で、辺見洋さんの個人的な能力ももちろんあるけども、共同通信はそうやってそのずっとこう持ってる伝統があるんですよ。あのチャイナに対する取材能力っていうのは多分世界の報道機関でナンバーワンだと。そうすると当然ですね、この軍の一部になった海警局が今どういうつもりで出してきたり、あるいは中国側から世界に発信してるのはそんなのすぐ取材できるから、知ってるからもすぐ、それを当然ね、あのこの記事の後にですね、いつもこういうあの木で花をくくった記事なんだけど、ね、一平ちゃんがいつも読む通り のようなものっていう、君はテレビドラマかみたいな、その後に一方中国側ではこういう意図があって、最近こういう動きでこういう世界に発信してるんだって、ここにせめて同じ文章をつけてほしいんですよね。それすぐできますよ、共同通信のこの中国報道の受ける必要からしたら。はい、その戦前の同盟通信の頃からの伝統が強いちゃった。同盟通信は中国だけで68の主権を持っているところですけど、それは同盟通信が日本の国家政策の一部だったりということで、報道機関としても強いわけなんですね。あとその今チャイナに対して取材能力高いっていうのは同盟通信は全く関係ない。中国から見たら同盟通信だから侵略の政策に違います、ね、あのそれぞれの努力、まあ、辺見さんの貢献が起きたって考えたら全然違うんですよ。だからそうですね、今はこういうふうに言う話です。